グルテンがないのでリファリーヌはで非常に細かいので、オレンジの、ね、香りを、ね、つけてあげます。はい、これでね、出来上がりです。はい、米を生かすリファリーヌシフォン。はい、160度に予熱の設定をします。はい、それではリファリーヌメープルオレンジスフレいきたいと思います。まずね、リファリーヌを振ります。はい、リファリーヌを振るって、はい、次に卵をねほぐします。そこに、牛乳を加えますね。そして牛乳を加えましたら、サラダ油を加えます。よくね混ぜます。はい、混ぜたら次にメレンゲを立てていきますね。このぐらいしっかりとしたメレンゲを作ります。メレンゲの一部をなじませていきます。で、比重をねメレンゲと揃えていきまして、一部をなじませたらこちらをね全部メレンゲに加えちゃいます。はい、で全体的に入ります。でこのようなね状態でふわっとした状態、ここに粉を加えます。グルテンがないのでリファリーヌは非常に細かいのですぐにこう合わさるんですね。こうダマもなくきれいに、ね、こう合わさっていきます。でグルテンがないので非常に胃もたれしづらいんですね。食べた時に非常にナチュラルにこう消化してくれるんで胃もたれしないです。はい、こんな感じでできました。このぐらいのね流動性のある生地にします。で次に型にね流し込んでいきます。でこれをね次に平らにします。トントン叩いてね生地を全体的に平らに均一にね。はい、この状態になって、160度になったら火をオーブンに入れます。はい、平らになったのでこれを、オーブンに入れていきます。はい、25分でスタートします。はい、まず牛乳をね加えていきます。これからリファリンで作るカスタークリーム、これをね、いきたいと思います。リファリンで作るカスタークリームはメープル味っていうことで、メープルをね、このメープルシュガーをまず使います。まず牛乳を温めながら卵黄をしっかりほぐして、そこにメープルシュガーを加えます。でメープルシュガーを加えたら、ここにふるったね、米粉、これをふるった米粉を加えます。
で、よくね、混ぜるんですね。沸騰したので、半分こちらの卵の方に牛乳を加えていきます。半分ね。で、半分加えたら、ここでね、よく混ぜてあげます。これをまた鍋に戻します。で、これで、炊き込んでいきますね。はい、しっかりとね、沸騰していきます。まあ、どん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 クリーム状に固まったんですけど、まだ米粉の中に火が入ってないので、米の粉に火を入れると、ちょっと透き通った状態になるのでね、そこまでこう火入れていきますね。しっかり炊き込まないと美味しくならないですね、これは。はい、いい感じです。このぐらいスッとね、ちょっと緩くなった感じ。この状態で、火を止めて、ここにバター加えます。バターはね、コクを出すために入れますね。で、よく混ぜます。この状態で、あとはこれをね、裏ごします。この調整につけた状態でしっかり裏ごしていく。はい、これをこうやって裏ごします。一気に冷やしていくんですけど、このカスタークリームの中に今度、オレンジのね、香りをね、つけてあげます。オレンジの表面のね、香り、しっかりオレンジを洗って、それから、オレンジの表面の薄い皮だけ、2分の1吸ってあげます。で、これをカスタークリームの中に入れていきます。このいい香りがね、ふわっとね、今厨房の中にね、漂ってますけどね。で、これなぜ急激に冷やすかというと、やっぱカスタークリームっていうのは卵なので、どうしても卵っていうのはその腐敗しやすい、なので一気に冷たい温度まで下げることによって、この中の菌の増殖を防ぐというね、そういうことにつながります。なので、まあ、今食中毒とかいろんなね、ことがこれから暖かくなった時はなおさらですけど増えてくるので、しっかりと表線をして、温度ギュッと下げてあげる、それがね、大事なんです。はい、だんだんね、固まってきましたね。このぐらいしっかり固まってきたら、リファリーのカスタークリーム、メープルオレンジ仕立てがですね、出来上がるわけですね。はい、こんな感じです。シフォンケーキが焼き上がりました。出していきたいと思います。はい、こんな感じで、はい、じゃじゃーん。はい、はい、これをね、こうやって裏返してね、冷やします。こう、どうしても生地が下がっちゃうんで、こうやって裏返しておくと、生地が下がらなくて済むので、この状態で冷やしておきます。はい、ではね、シフォンケーキの方を、冷めたので外していきます。はい、外し方はね、こう指でね、こう押していく、こう押して外す、押して外す、押して外すね。で、スポッとポンと抜いて、そしてこうね、伸びますから、はい、こんな感じで手乗り分帳ね、これね、手乗り分帳。では、生クリームを立てていきます。
はい、で砂糖、はい、このぐらいの感じね、このぐらいまでふわっとね立てます。これで8分立てですね。ではね、仕上げていきたいと思います。先ほどのね、このオレンジ風味のカスタークリーム、これをセンター部分に入れます。次に生クリームをね、はい、これでね、出来上がりです。はい、はい、このリファリーヌなんですけど、まあ名前のごとくね、お米の粉なんですが、これは本当に群馬製粉さんとともに、もうかれこれもう20年ぐらい前ですかね、開発に携わって、来た米の粉です。で、我々あの当時、そうですね、20年前っていうと、お米でお菓子を作るという発想がどこにもなくって、ただ僕の家はもともと和菓子屋だったので、お米の粉で作るという発想がもともとあったんですね。で、米の粉っていうのはグルテンもないですし、グルテンフリーの食材なので、試してみたところ、非常にね、パティシエの世界でも有効に使える幅が広い、いろんなところで使えるっていうことが分かって、で、今回このリファリーヌを使って、シフォンケーキを作ってるわけです。で、このリファリーヌシフォンっていうのは、本当にこのリファリーヌの美味しさを最高にね、表現できる、そういう商材であり商品なので、ぜひ皆さん、このね、リファリーヌというね、素材を覚えておいてほしいと思うんですけど、もうどこよりも細かくて、どこよりも安心安全な、群馬製粉の商品で、これを使ったシフォンケーキは、まあ、カフェやパティスリーやレストラン、まあ、いろんなシーンで使えるので、ぜひね、皆さん覚えておいてください。